はい、じゃあそれでは発表事項の説明お願いします。はい、私の方から何点か報告をさせていただきます。発表させていただきます。お手元の資料をご覧いただければと思います。まず先日の台湾訪問団について概要をざっとお話を申し上げます。13日から16日まで3泊4日でありますが、13、16はそれぞれ移動でありますので、現地実質2日ということであります。参加者は県議会、それから経済界36名の訪問団でありました。主なやはり用務といたしましては、宮崎牛の輸出が始まりました、そのはじめとするさまざまな県産品の魅力のアピールということと、宮崎、台湾の路線、週2便が今、週3便に来年3月から増便がされるということでありますが、その維持充実というようなことをメインとしながら、関係方面にいろいろお会いして、意見交換をしてまいりました。4の訪問先等の概要ということでありますが、台湾日本関係協会ですね、これは日本との外交の窓口であります、旧魏人会長を表敬をして、今年新竹県、また桃園市と交流協定を結んでおります、そういう取り組みでありますとか、先ほど申し上げました台北線、航空便の話等ですね、報告しながら、今後のさらなる交流について、意見交換をしたところであります。で、日本側の、大使館にあたります日本台湾交流協会、これは括弧2であります、横田副代表とお会いして、とても台湾との交流の状況等について報告を申し上げました。特に宮崎牛というものが大変現地でメディアなどでということを副代表からもお聞きしましたし、焼酎が増えつつあると。で、和食のレストランが非常に台湾でも増えていると、急拡大急増しているということで、そういうところへの焼酎などですね、売り込みを図ったらどうか、そんなアドバイスもいただいたところであります。で、加古さんが、乾杯グループですね、これ、宮崎牛の台湾輸出第1便の、輸入業者であります、平出会長、その他の方にお会いして、意見交換をさせていただきました。やはり宮崎牛に対する評価というものの高さ、またそれをさまざまな部位も含めて、そしてしっかりと台湾の皆様に提供するというその姿勢ですね、素晴らしいものがあるなというふうに感じましたし、今後さらなる拡大というものをですね、しっかり今連携をする中で進めてまいりたい、そのように考えております。で、括弧4は台湾企業の対外貿易を支援する中華民国の対外貿易発展協会ということであります。江市長、江会長らにお会いをしたところであります。貿易促進のため、JETOL と一体となって、いろんな取り組みを行っているという説明をいただいたところであります。ぜひとも、本県とも連携を深めていきたいというような、本県の取り組み状況などもご説明をし、またこういう貿易発展協会の皆さんもぜひ宮崎をお越しいただきたい、そのような意見交換をしたところであります。後の宮崎レセプション in 台湾、これが一つのメインの取り組みでありました。台湾の政財界の関係者やメディアやブロガーなど約70名をお招きをして、本県の食と観光について、私から冒頭、短いプレゼンを行った上で、宮崎牛ですとか、キャビア、焼酎、カンパチ、観賞などを召し上がっていただいた、今回、キャビアは台湾に初めて、輸出をされたということになります。それぞれ、大変高い評価を参加者からはですね、いただきましたし、宮崎牛についてはもちろん知名度がありますので、ですが、焼酎などもですね、ぜひ取引をというような申し出が、焼酎の蔵元さんにもお話がいったようであります。このレセプションには、さっき宮崎・台北線の維持充実というのが一つの柱ですという話を申し上げましたが、チャイナエアラインの柯会長にもおいでをいただきました。私自身は今回、チャイナエアライン本社には訪問いたしませんでしたが、訪問する時間はありませんでしたが、柯会長にお礼を申し上げですね、引き続きお互いが連携をしながら、この維持充実、また将来さらに増便も含めてですね、発展をさせていきたいというような意見交換をしたところであります。で、このレセプションの中では、括弧6にありますように、本県宮崎市出身の大谷ボンドさん、現地のテレビや映画、CM などで活躍をしておられます。
また本県の観光を紹介をする番組などにも出演をしていただいておるところでありますので、さらなる宮崎の魅力の発信をお力添えお願いしたいということで、宮崎大使にこの場で委嘱をしたところであります。で、過去7の中華民国の33企業交流会は、向こうにおける経済同友会のような形でありますが、江平根会長と意見交換を行いました。江会長、これまでの80代の方ですが、これまで外交、政治、そして経済、幅広く活躍をしておられて、非常に意見交換をしておりましてもですね、日本のこと詳しいですし、大変親日家でいらっしゃいますし、ぜひとも今後ともいろんな形で交流を深めていきたいというふうに思っておりますし、この33回、その向こうにおける経済界のグループでありますが、年に3回ほど日本に訪問団を派遣しているということで、ぜひ宮崎にもお越しをいただきたいということで申し出を行ったところであります。で、8、9はそれぞれ交流協定を結んでいる新築県、桃園市を訪問いたしまして、それぞれの首長さんをはじめとする関係の皆様と意見交換をしたところであります。桃園市については、今年、プレ大会でありましたが、農業博覧会に私もその開会式出席をしましたが、来年いよいよ7月に、本博覧会といいますか、それが開催をされると、ぜひ、宮崎からも出展をされませんかということで、お声がけをいただいております。宮崎牛がこれだけ出荷をし、認知をされているところでもありますし、台湾には牛肉麺ですかね、そういう乳酪麺、向こうの郷土料理といいますか、これがあります。現地の乳酪麺とこう宮崎牛で作ったものの対決などで盛り上げてアピールをしたどうかというような提案もいただいておるところでありまして、まだその出店するかどうかも含めて今検討中でありますが、ですよ、そういう交流協定に基づき、またそういういろんな展開を図ってまいりたいというふうに考えております。台湾訪問団については以上であります。2点目であります。産業人材育成確保のための取り組み指針、これを新たに策定をいたしました。人口減少問題、大変大きな課題でありますし、またさまざまな産業分野における人手不足、人材の確保というものというものが大きな課題となっております。A3 の横長の資料で全体のところを概要をですね、説明をさせていただければと思いますが、ポイントとしましては、一番のポイントとしましては、県だけでやることではなしに、下の方に取り組み体制ありますが、産業人材育成プラットフォーム、産学勤労間連携のもとにこのプラットフォームがあります。関係者が連携をして、この産業人材の育成確保というものを努めていきたい。そのための大きな方針を柱立てをする中で取りまとめて、各それぞれの主体が取り組んでいこうと、できることを取り組んでいこうということがポイントになろうかというふうに思っております。目指す姿として左にありますように、働く場所として選べる宮崎を目指していきたいということで、1、2、3、大きな3つの柱立てをしておるところであります。宮崎を理解し、宮崎の将来を担う人材の育成ということをですね、キャリア教育の充実等を図っていきたい、右の方にそれぞれ具体的な取り組み書いておりますし、インターンシップというものをさらに充実をしていくと、さらに2番目の柱としては、働く場所としての魅力の向上を図っていくというようなこと、それから3つ目が宮崎で暮らし、宮崎で働く良さを PR をしていく、伝えていくということであります。詳細については、後ほど冊子をご覧いただければというふうに思っております。先ほど申し上げましたように、この産業人材育成プラットフォームをベースとして、またその下に実務者レベルの会議を設置するということで、意識の共有化を図って、産学勤労間、それぞれの役割に応じてですね、取り組みを進めていきたいというふうに思っております。この時期に策定をいたしましたのは、来年度ですね、来年3月から、30年度の採用活動が始まるということで、その前にですね、このような形で意思統一を図って、人材確保に向けてより強力に取り組んでまいりたいということであります。県、産学勤労間しっかり連携をしてですね、取り組んでいきたいというふうに思っております。ちょっと違う話になるかもしれませんけど、県としても、私自身としてもいろんな取り組みを進めようということで、例えば医師不足、看護師不足という中で、宮崎大学の医学部の学生との
意見交換をやったりしておりますが、あさってですかね、宮崎看護大学の学生と初めて、まあ、ランチミーティングをやってということで、まあ、ぜひ宮崎に残って活躍をいただきたいという我々の思いというものを、まあ、そんな中でも伝えていきたいというふうに思っております。まあ、これは地域としてということで一例を申し上げましたが、ポイントは先ほど言いましたように三学期の間それぞれができることをですね、しっかり考えてより強力に取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。はい、3点目であります。一枚紙が言っておりますが、福岡大学との UIJ ターン就職支援に関する協定ということであります。下に写真を掲げておりますが、今年8月に専修大学と締結をしております。まあ、基本的にそれと同じ取り組みをこの福岡大学と25日に、福岡大学の学長にもご来見をいただいて締結式を行う予定であります。現在福岡大学には本県出身の学生が574人ということで、まあ、大変多く在籍しております。西日本屈指の総合大学ということですね。まあ、首都圏の専修大学との協定ということもありますけど、九州全体を考えたときにこの福岡大学というのも大変まあ重要な、ぜひ UIJ ターンの就職支援ということでの協力またご支援をいただきたいということであります。これがまあ2項目となるわけでありましてですね、福岡大学におかれてはです、我々としてはこの専修大学について2校目という、大学としては2校目になります。福岡大学はその九州の自治体とこういう締結をするのは初めてだというふうに伺っておるところであります。今後とも大学と連携をしてですね、宮崎県内の企業情報等についての周知を図っていただく、また県としては福岡大学で行われる就職イベントに協力をするということですね、UIJ ターンが促進されるよう努めてまいりたいというふうに考えております。ちなみにこの専修大学8月の締結なり協定に基づいて、専修大学においてもいろんなインターンシップ説明会、また U ターン就職セミナーなどにですね、本県が参加をしていろんな情報提供をしているというところであります。まあ、その2例目ということでご紹介をさせていただきました。4点目、最後でありますが、スイートピーの新しい品種、今ここに掲げておりますが、みやびの奏というもの、これが本日から出荷が始まりましたので、新しい品種をお知らせをいたします。本県、スイートピーは日本一の生産県であります。マーケットシェア、全国シェアはですね、約 50% でありますし、アメリカ、ヨーロッパにも輸出されていると。大変品質が評価をされておりますし、本県が独自に開発したさまざまな新品種、新しい色といいますか、そういったものを高く評価をいただいておるところであります。で、まあ、本県では消費者や市場ニーズに対応してですね、スイートピーの新品種の育成に取り組んでおりまして、県の育成品種が県内の作付け面積の約2割を占めているということであろうかというふうに思います。今回のこのみやびの奏のポイントとしましては、なかなかこれまでになかったワインレッドに近い落ち着いた赤褐色、これは市場ニーズにあるわけですね。スイートピーというと淡い色合いというものですね、が多いわけでありますが、深い色合いというものを作ったということと、花が大きく1本あたりの花数も多いんで、非常に見ていただければ分かると思いますが、ボリューム感があるということと、それから中ほどに書いてありますが、日持ちがいいということですね。通常の品種よりも約3日ほど長いということであります。一番下にありますように、現在、県内14校の農家で生産をされ、このシーズン14万本程度の出荷を見込んでいるということであります。まあ、こういう独自品種を供給することによって、まあ、スイートピーとしての、まあ、産地ですね、それをまあ差別化、そしてよりその魅力を高めていく努力、ということを取り組んでまいりたいというふうに考えております。はい、私からは以上であります。それでは幹事社から何点か質問させていただきます。産業人材育成確保のための取り組み指針のところで、はい、教育関係者および産業界等の実務者レベル会議が開かれるということでは、今後のスケジュールとしてはどういうふうになっているのかというところを教えていただきたいですか。スケジュールですか。はい、そこは実務者会議の体制ということでしょうか。今後の開催のですね、時期等を含めて、はい、今後の開催ですね。ですね、まずは3月のですね、採用活動の開始に向けてやるということで、今月はですね、大学生向けとですね、
の実務者レベルの会議と高校生向けの実務者レベルの会議、2つの会議を作ろうと思っています。でまずは大学生向けの会議をですね、2月の上旬に開くということで今準備をしているところでございます。で高校生向けの会議につきましては、高校生の採用活動の開始が6月1日ですので、年度の前半ですね、に早々にやろうというふうにことで準備をしております。わかりました。あとそれと新品種のスイートピーの新品種なんですが、県内14個と書かれてるんですけども、はい、主に県内の地域で言えばどちらでの農家になるんですか。農家の場所ですね。はい、農産業科です。14個の内訳としましては、南中地区で8個、それから小湯地区で5個、西臼杵地区の1個で、14個ということになっております。各社質問お願いします。はい、引き続き宮西です。指針の部分なんですけども、ある意味これまでこう、各部門で取り組んでみたものが取り組んできたものを網羅的に意識統一しながらやるっていうところもあると思うんですが、はい、知事としてこの分野に特に力を入れたいというような項目立てがいろいろありますけど、あれば教えてください。もうこれもできることを、あらゆることをやっていくんではないでしょうか。医師確保についてもそういう思いでいろんな関係者と連携をしながら取り組んでまいりましたが、それは特定の分野ですけどね。今人口減少が叫ばれる中、県外流出がある中でですね、人口減少対策調整性という意味からも、それからさまざまな分野における人手の確保というか本当に切実でありますので、もうできるあらゆることを知恵を出して取り組んでいきたい、そういう思いです。はい、読売新聞の谷口です。今の産業人材育成の関連でお尋ねさせてください。はい、ここには特に盛り込まれてないんですが、 IoT の活用というのは県としてはどういうふうに進めたい。あ、ごめんなさい、 IoT の活用、これは人材確保の観点なんですけど、一方で人をそもそも使わなくても済む状況を作るっていうのも必要になってくるのかな。それは人材確保とは違った、産業面での取り組みということになりましょうか。はい、それも重要なことであろうかというふうに思っておりますが、はい、IoT を進めるから人がいなくてもいいよということではなし、これはこれでしっかりと取り組みをしていきたいという方針になります。はい、IoT の促進の何かこう考えというのは県としては何かあるんですか。はい、例えば第一産業でありましても IoT ですかね、ICT というのがパッと浮かびますけど、 ICT を活用した、農業にしても漁業にしてもですね、あります。 IoT ですよね。はい、インターネットオブスティングスですよね。 ICT ですか、どっち、 IoT ですか。 IoTあらゆるものをインターネットに結びつけてということですよね。高齢者の見守りというようなところでも活用するということは考えられておりますし、産業政策でもいろいろあるんではないかというふうには思います。はい、それでは発表事項以外も含めて質問を各社お願いします。
すみません、宮日新聞です。はい、先週の金曜日に JR 九州が来年春のダイヤ改正を発表して、はい、県内でも減便あるいは特急のワンマン化という、発表はされてないですけどこちらの方は、検討がなされているというところで、先日も県と沿線市町村の首長たちが JR に対して見直しを申し入れているということで、はい、一連の動きを受けての、知事の思いと、県としての考えをお伺いしてよろしいでしょうか。そうですね、今回 の JR の方針ダイヤ改正におけるさまざまな減便等の見直しの案についてはやはり県民生活というのもいろんな影響が出るのではないか地域に不安が広がっているところであろうかというふうに思います。これについてすでに申し入れを行っておりますが今日そうですね郡司副知事また横田副議長それから鹿児島県の副知事議長と連携をしてですねまた申し入れを行うという予定にしております。しっかり地域のそういう不安の声というものを JR 九州にですね届けてまいりたいというふうに考えております。はい、今の関連で南日本新聞です。今日は郡司さん、郡司副知事を代理、知事の代理ということでもないんでしょう。知事の代理といいますか、もちろん県としての意思をお伝えにする、ということですね。はい、知事の方から副知事に対して、これだけは必ず JR 側に伝えてほしいというようなことがあれば教えていただきたいということと、この件に関して鹿児島の三田園知事と何かしら事前にお話をされたかということがあれば教えてください。はい、直接三田園知事と話はしておりません。組織としてお互いに情報共有をしながらどういうふうに連携をしてですね JR 九州に申し入れをしていくかそういうことでの準備を重ねてさまざまな日程調整を行う中で先ほど申しましたような体制メンバーで議会とも連携をしながら申し入れを行うというのが今日のところであります。でやはりそうですね JR 九州としては経営上のいろんな判断が今回のダイヤ改正に滲んでいるのかなと輸送密度などですね以前発表されたところであります。一企業としてそういう経営の判断もあるわけですがやはりその単なる数字ではなしにそこにやっぱり一人一人の顔であったり生活であったりというところはご理解をいただきたい。我々はそういう現場の生のですね声というものをお伝えをしたいというふうに思っております。一人一人の例えば通勤であったり通学であったりそういったものに影響が出てということです。それに対して不安が広まっているということをですねぜひ強く申し入れを行ってきてもらいたいというふうに思っております。テレビ宮崎です。関連で、ずっとこの話はもう以前から、はい、課題としてあって、ついにというかいよいよというか、減便という形で出てきたのかなと思います。今おっしゃったようにその経営というところがあるわけですよね。これからその行政としてできることというか対応するべき形できることっていうのはどういうことなんでしょうか。やはりしっかり JR 九州とも意思疎通を図りながらですね、やはり利用促進を図っていく、それから沿線自治体等と連携をしてですね、これはこれまでも申し上げているところであります。やはり乗って残すというような意識でですねさらに利活用を図っていく、さっき の台湾の延長ではありますけど、やはりインバウンドでお客様来ておられますし、外国人における観光面での利用というものももっと知恵なり工夫を凝らすことによってやれることはあるのではないかという思いもいたしております。2点ちょっとお伺いしたいんですけど、 JR との意思疎通というのは要望するという形でずっと対面面会はしてきたと思うんですけど、意思疎通というのはできているんでしょうか。そういう形でのコミュニケーションを図っていく現場の生の声なり不安ということでさっき申し上げましたが、それをしっかりと利用者側の立場に立ってまた地域地元の立場に立って我々としては伝えていくということが大事であろうかというふうに思います。
2点目、その、乗って残すというところからの、まあ、インバウンド観光面での利用という部分については、まあ、例えばキット船なんていうのはやっぱそこを一つ可能性として探してきていたと思うんですけれども、うん、まあ、今回やはり、結果として、厳しい部分が観光面の使い方としても出てきている。そこでそのじゃあ地元として乗って残すというところにどうやってつなげていくかということだと思うんですけど、住民の人たちに話を聞くと、意思はある、多分もう生活面ではなく観光なんでしょうねという意思はある。そこを誰がどういうふうにその後押しをしてなんとか残すという方向にやるもう一押しなのかなと思うんですけど、そのあたりは何か考えは。やはり今人口減少が進んでいる中で、もちろんそれに対しての対応というのは先ほど産業人材育成にしろ地方創生の取り組みをやっているわけですが、まあ、実態として現実問題として人口が減っていく、あと学生数も減っていく、そうすることによって、まあ、利用者数がどんどん減っている状況はあろうかというふうに思います。これを急に増やすというのはなかなか難しいわけですが、まあ、例えば日南などではですね、まあ、出張の時はなるべく日南線を使って市長商用というようなことで市長も働きかけておられますし、まあ、できることというのがあろうかというふうに思いますし、観光面という面では例えば先日議会でもですね、キット線そのネーミングから、まあ、キットカットとの連携はどうかというようないろんなアイデアがこれからまあ、もっと今までも取り組みをしておられますが、もともといろんな知恵を出して単なる日常利用だけではない面での観光等でですね、利用を増やしていく、まあ、観光列車を走らせるとかですね、臨時で、そういういろんなアイデアをこれからも凝らしていきたい、まあ、そのことによって、この地域住民の非常に貴重な足というものをですね、残していく努力は必要ではないかというふうに思っております。今回最初にこのダイヤ改正の内容を見られた時の印象というのはどういうものがおありになりましたか。朝早いとか遅い時間帯の部分での、まあ、廃止ということであろうかと思います、まあ、JR 九州としてはなんとかこう路線を維持していくと、その使命感のもとにいろいろ経営上の判断であろうかというふうには、まあ、理解はするわけでありますが、たださっき言いましたようにその数が少ないからといってもですね、そこに一人一人の生活があり、一人一人の我々、まあ、顔が浮かぶといいますか、そういうものをその肌身で感じるものというものを JR の皆さんにはですね、ぜひ受け止めていただきたいというふうに思っておりますし、でもこれも我々お願いするだけではなしに、先ほど言いましたような我々としてもその努力をする、利用促進をしていく、これまで以上にですね、両促進を図っていくという、そういう努力も必要なんではなく、お互いが、まあ、理解し合い、努力し合うという、そういう意味での、まあ、さっきコミュニケーションという表現をさせていただきましたが、そういう取り組みが今後とも必要であろうかというふうに思います。定期的に何度も足を運ばれていて、うんうん、要望をもう長くやられている中で、はい、こういう形の結果が出てくるということに関してはどういうふうにお考えるのか、ちょっと最後に教えていただきたい。はい、まあ、JR 九州のみならず、まあ、北海道であったり、まあ、各地のそういう鉄道ですね、地方路線、大変厳しい状況があるというところは現実問題、我々として、深刻に受け止めているところであります。まあ、そこをしっかり現実を見据えながらですね、まあ、なんとかこれを残す努力というものをお互いが知恵を出していきたいというふうに思っております。もう一個ごめんなさい、はい、JR 九州はその国会で、株式化するときに、まあ、その廃止はできるだけ避けたい、しないというような答弁をされていると思うので、まあ、そこは多分会社としても、すみません、上場の際ですね、会社としてももうそれは最低限の部分として頑張っていかれるんだろうなと思うんですけど、こういう形でその減便という形をそのドラスティックに取っていくということは今後も考えられると思うんですけど、そのあたりは今後の要望の中にしっかり念押しというものはしていかれるんでしょうか。そうですね、今地域の皆さんに広がっている不安というものは今たちまちといいますか、このダイヤ改正が行われた後に減らされるというところの不安、それから生活がどうなるんだという不安もありますし、将来同じような形でずるずるずると減便であったり、まあ、今国会の決議という話がありましたが、本当に維持されるんだろうかというようなことも含めての不安があるというふうに思っております。そこを我々としてはしっかり JR 九州にお伝えをすることが大事だというふうに思っております。はい、もうずるずるとその流れのままに減便していくとか、
流れのままにもうその廃止というところまで議論するということはもう やめてくださいねというようなことを含めては、まあ、そこはあってはいけないことだというふうに思います。まあ、そのためにも我々としても努力をしていきたいと思いますし、お互いまあ知恵を出していきましょうというところが申し入れと内容としては大事になってこようかと思います。はい、JR 九州 の関連なんですけれども、昨日その日野熊部長が面会されて、ダイヤ改正の中止を求められたわけですけれども、その中止に なりそうというような感触可能性というのはあるんでしょうか。我々そういう可能性があったという報告は受けておりませんが、まあ、それを今日もですね、副知事からそこは申し入れていきたいというふうに思っております。その意思疎通という点で、まあ、要望を昨日今日とされているわけですけれども、例えば今後 JR とその地元の自治体県などと一緒に協議をしていくというような場は確保できないんでしょうか。そうですね、はい、それ重要なご指摘だというふうに思います。もちろん日頃いろんな形でのコミュニケーション、またこういう場における申し出、情報共有をしながら、そしていろいろ考えるということは取り組みを進めておりますけど、やはりお互いが知恵を出してこれを維持存続さらに充実をさせていくというのはどうしたらいいかというのをですね、しっかり日頃から考え議論する、まあ、そういう場であったり仕組みというものも必要なのかなという思いはしております。まだそこは具体的になっておりませんが、いずれにせよ、まあ、今までのそういうコミュニケーションやり取りというものをさらに充実させていくようなことを今後考えていく必要があるという問題意識を持っております。まあ、減便した場合のその代替案も、まあ、JR 側からは示されてないというような点でのその懸念の声というのも上がっていたようなんですけれども、うん、もし仮にそのこのまま減便されてしまうというようなことがあった場合、知事としてはどのようなその代替策、代替案があったらいいなというふうにお考えでしょうか。今具体的にそこがイメージがあるわけではありませんが、それがじゃあすぐにバスに変わることができるのかどうなのかというですね、まあ、簡単な話ではないというふうに思いますが、先ほど言いましたように単なる数だけではなしに、やっぱりそれぞれの生身の人間の県民のですね、生活があるんだということを重く JR としても、それから沿線自治体、県も含めてですけど、それを受け止めて知恵を出していく必要があるのかなというふうに思います。JR 北海道のお話も出ましたけれども、うん、北海道知事は、まあ、JR 北海道が経営が厳しくなっているということで、直接国土交通大臣ともお会いして、まあ、国としても公共交通機関きちんと確保してほしいということで要望もされているようなんですけれども、うん、その国としても何らかの対応を取ってほしいというような要望、申し入れをされるご予定はないんでしょうか。今それが具体的にイメージを持っているわけではありませんが、北海道の取り組みも参考にしながら、また国としてどういうことをお願いできるのかという、まあ、よく整理をした上でですね、そこは今後の課題だなというふうには受け止めております。先日議長の会見の場で普通原議長からお話があったんですけれども、確か26日に九州の議長会の会合の場でも、その普通原議長の方から九州全体でこの JR 九州の問題について考えていきましょうという呼びかけをしたいというお話がありました。改めて河野知事からまたその九州知事会一体として、まあ、九州全体として考えていこうというような呼びかけをされるお考えはないでしょうか。今後知事会の場でも、まあ、すでにそういう九州全体での協議会というようなものもありますし、いろんな場でこの鉄道の在り方というのを改めて考えていく必要があろうかというふうに思っております。ただ、まあ、九州各県いろいろ減便なりというものがあるようでありますが、特にやはりこの宮崎、鹿児島という南のところですね、減便の影響というのが、まあ、割合としては大きいんではないかなというふうに思っておりまして、そういう意味で危機感を持ってですね、さらに維持存続に向けての連携、まあ、今回鹿児島とということでありますけど、深めていくことが大事であろうというふうに思います。
はい、NHK の橋本です。関連で質問させていただきたいんですが、はい、先日の知事コメントを拝見した時も思ったんですけど、その利用者の目線で見れば不安が広がっているということは当たり前で、要するにその、こう受け入れられないとか反対だとか、要するにこう知事、その宮崎県のトップとしてもう少しこう強いお言葉でのそういった意見表明っていうのはされないものなんでしょうかっていうところを含めて、もう一度受け止めをお聞きしたい。そういう強い表明をすれば、そのこれが中心になるのであればいくらでもやるというふうに思いますが、まあ、大事なことは地元の声を、生の声を伝えることであろうかというふうに思います。ここまでもそういう話をずっとされてきていて、はい、で要するに今回のまあ、そのまあ、ワンマンがまだ出てませんけど、その要するに従来と同じことをしていて、そのこのままずるずるいかないのかっていうところで同じことをしていていいのかという問題意識があるんですが、そのあたりについては知事はどうお考えでしょうか。まあ、同じことをということが言われましたけど、やっぱりいろんな状況の変化に応じてその時々で我々としてのしっかりべき申し出を行っているということであります。そのコミュニケーションをより深めていくために、まあ、先ほど話がありましたが、こういう何かあった時のこう申し出のみならず、普段からその利用促進も含めていろいろ協議する、まあ、そういう仕組みも必要なんではないかなということを、まあ、今後今考えておるところであります。あとちょっとこれでもはっきり伺っておきたいんですが、その日豊線のワンマン化がまだこう準備検討、あるいは暫定的に進んでいる中で、その霧島の方でもワンマン化が検討されるというのは私としても言語道断だと思うんですけど、そこは父はどうお考えでしょうか。日豊本線の方はこの途中経過という報告は受けておりますが、まだまだその暫定的な今取り扱いであろうかというふうに思っております。はい、まあ、もちろんその整理がなされないままですね、さっき言われたようなその次なる検討というものはですね、やはり まあ、ありえないことであろうというふうに思います。ありがとうございます。それからその今その知事先ほどのお話の中で、その JR 九州の経営上の判断というものはまあ理解するという趣旨のことをおっしゃいましたけれども、その何て言うんですかね、その利用者の利便性が下がる中でどうしてその地元側が率先して JR 九州の経営判断を理解してしまうのかがちょっと私は理解ができないのですが、いや、頭でそういう判断をされたんだろうと理解をしていますが、気持ちの上で納得しているわけではないということですね。まあ、それを先ほどからお伝えをしておるところです。はい、いや、JR 九州としてはそういう経営上の判断をされたんだろうなという頭では理解をしております。だからその気持ちの上でその不安が広がっている、それで地域のものを地域の生身の生活のことをよく理解をしてほしいということを、まあ、申し入れているところですね、強く。はい、その今宮西さんからもありましたけれども、実際例えば、まあ、減便になってしまうと、その実際乗れた列車がなくなってしまうわけで、そうすると利用者のこう代替策どうする、私たちどうすればいいんですかというところに対しては、これからどう答えていくというふうにお考えでしょうか。いや、それを JR 九州にお伝えするわけですよね。そういう、はい、それぞれの生活があるんだということをですね、しっかり受け止めて、単に経営の合理化だとか、まあ、利用が少ないだから減らすという簡単な話ではないでしょうということを申し上げるということになりますね。はい、つい先ほどからまあコミュニケーション JR 側といってお話をされてますけど、まあ、昨日 の市長 のお話でもあったんですけども、まあ、地元としては JR 側にいろいろ提案をされたりとか、まあ、乗車促進の取り組みをされたと。で、まあ、地元としてはじゃあ逆に JR は何をしてほしいんだっていうお話をされてて、まあ、そういう JR 側から そのどうしてほしいという提案が、まあ、これまでほとんどなかったと。まあ、そもそもその JR 側が地元と意思疎通を図る意思がそもそもあるのかというところに疑問を感じているんですけども、まあ、その JR の消極的なそのコミュニケーション姿勢を、まあ、知事としてどうまあ変えて、まあ、地元とより積極的な議論をできるようなテーブルに引きずり出すのか、そのあたりのお考えをお聞きしてもよろしいですか。まあ、いや、JR が利用者のことを考えてない
ことはないんだろうとは思いますが、ただその不安が広がっているということはしっかり受け止めてほしいということを、まあ、改めてこう繰り返し我々としてはですね、伝えていくということになります。その上で、先ほど来よりまあ今後そのやはりまあ恒常的にいろいろ議論ができるような場であったり仕組みであったりですね、まあ、そういうことを考えませんかというようなまあ打診といいますかですね、そういうことも必要なんではないかなというふうに思います。まあ、まあ協議会の形かどうか分からないですけど、なんか具体的にそういうまあ体制みたいなのをまあ例えば県の方から提案して、まあ補償のテーブルにまあ言い方汚いですけど引きずり出すとか、まあそういうのはお考えというところですか。まあ、引きずり出すというのはいや、コミュニケーションを図っているわけですね。向こうは門前払いだとか何も聞かないよということはなしに我々のことを聞いて、でも向こうと向こうの考えがということで、これまでいろんなコミュニケーションを図り、あ、さっきワンマン化の話もありましたが、それに対して、まあ、こういう策を打つというような、まあ、やり取りをしているわけですね、はい、ですから、まあ、今回のことについても、まあ、そういうやり取りをすることができればというふうに思っておりますし、それを何かがあったときにこうやり取りするだけではなしに、今後そのこの路線の維持充実のためにしっかりアイデアを出すというような仕組みですよね、お互いに、はい、まあ、常に今考えていく、まあ、議論する、まあ、そういうようなことをができればというふうには思っております。あとすみません、ワンマンの話に戻るんですけども、まあ、まだその JR の公式コメントとしては検討中ということなんですけども、我々の取材だとすでにもう内部、まあ、社員に現場の社員に対してはもう来年のダイヤ改正からやるということで、まあ、具体的な職員の固定案なんかも示されていると。で、まあ、県としてはそういう、まあ、ワンマン化の、まあ、検討というかそうできるだけ、まあ、速やかに報告してほしいと、まあ、繰り返し申し、JR が伝えている中で、まあ、内部ではこういう話を進めつつ、その公式、まだ県の方には公式的には伝えていないと、まあ、こういった JR の姿勢についてはどうお考えですか。まあ、我々はそれ聞いておりませんとしか言いようがないですね、はい。まあ、組織体としてはいろんな内部における議論何があろうかというふうに思っておりますが、まあ、我々として求めているのはいろんな不安なりいろんなまあ問題というものがありますので、しっかりと お互い必要なタイミングでですね、コミュニケーションを図っていきたい、情報ですね、情報提供していただく必要があろうかというふうに思います。すいません、はい。まあ、今日副知事が本社に行かれるということなんですが、今後何か具体的にこうスケジュールが決まっている今後の展開って何かあるんでしょうか。ないですね、はい、ないですよ。今日も知れてその時の反応であったり、その時の場のいろんなまあ議論を踏まえての今後対応ということになろうかというふうに思います。はい、共同通信の徳永です。今の JR の関係で伺いたいんですけれども、先ほど JR 北海道の話も出てたんですが、地方の路線のこう採算が取れてない路線をカットしていくっていうのでは、今ちょっと宮崎の未来の姿を見てるのかなっていうふうに JR 北海道を見てて思うんですけれども、例えばその路線をもうカットされてしまう、もしくは減便になってしまうような北海道の自治体では、もう行政側が主導でコミュニティバスをですね張り巡らして、もう JR 北海道に見切りをつけてもうバスに転換するっていうような自治体も結構あるんですね。で、住民に話を聞くと、特に足が悪い高齢者の方なんかは JR よりもバスの方がいい、今の方がいいっていうふうに正直におっしゃる方も多いんですね。家の近くでこまめに泊まってくれたりするから、こっちの方が使う側としてはありがたいっていう声が出てるんです。で、宮崎県としては現時点ではあくまでもそのバスに転換を早めに図るというよりは、継続今の減便になっていくかもしれない路線に、やめてほしい、継続してほしいっていうような、主張をするスタンスということでよろしいんですかね。それはやはり利用距離だとか、まあ、地域の実態だとか、まあ、利用者の考えだとか、いろいろそれによるんだというふうには思います。まあ、今のような形で代替手段というものが提供できるんであればですね、それは地元の市町村なりですね、そういうところと一緒になりながら考えていくというのは選択肢としてはあるのかなというふうには思いますが、現状としてはまあ維持してほしいというふうに申し入れしていく。まあ、そうですね、はい。で、今のその
大体手腕とはちょっとも言いたくないけれども、現実的な対応として先ほど知事もおっしゃっていた、人口が増えるのはちょっと難しいかもしれないなという地域ですよね、うんうん、特に県北の文化と大分の区間だとか、はい、キット線のラインとか日南から渋谷に向かうところ、はい、こういうところについてその具体的に県庁内で今後の交通地域の交通政策ということに関して検討とか考えることっていうのは今合ってるんですか、それとも過去あったんですか。まあ、あの路線の維持というのが第一であろうかというふうに思います。ただその時に利用者の声として先ほど言ったようにですね、もっと細やかなバスだとかオンデマンドの、タクシーみたいなようなものだとか、そっちの方がいいというようなことであれば、それはやっぱり状況変化に応じて交通政策というのを考えていく必要はあろうかなというふうに、今受け止めたところです、はい、その町内でそういう議論をしたことっていうのは、はい、日野熊です、昨日もJR 側と話したんですが、首長さんたちからも、突然減便というような提案はやめてくれと、事前にどう減便しなくて補助金であるのか上下分離方式であるのか BRT なのか、そんな話は地元としっかり行政と話してほしいということで、申し入れました。JR 九州側は本社にそれも含めて伝えるということになってますので、そういう協議をしていただけるのかどうなのか、こう今回みたいに突然に減便という方式でやるという名のを下ろすんじゃなくてということで念を押して帰った次第です。ですから本社の方で各地域でそういう話をしていただけるのかどうなのかということで、また今日も郡司副知事が行かれますので何らか話があるんじゃないかなと期待しているところです。すいません、質問は議論はしてきたのかということなんですけど、その現実的な対応というのをそのこれまで町内で議論してきたことはあるのかと、特に日方線はうまくいっていると思うんですけれども、ギリギリいっていると思うんですけど、延岡大分の区間、それから日南から渋谷の区間、それからキット線、そこ その今後の交通手段の確保というところを町内で議論してきたことはあるのかというご質問なんですけど、答えは知事がおっしゃった通りなんですが、まずは現状維持ということで、それから先の転換の方法によっていくらお金がかかるとか、そういったのは JR 側が試算として出していただかないと我々の方もはっきり分かりません。内部でいろんなパターンは想定して、先ほど私が申し上げた通り上下分離方式とか BRT であるとか、あるいはバスであるとか、そういった方式があるよねという話はこれまでも想定としてはありましたけれども、どれほどのお金がかかって、あるいはどれほどの負担を地方に求めるのかというようなことについては JR 側からお示しになるのが筋だろうというふうに考えています。すみません、読売の山下です。 JR の関連で知事の考えをお聞きしたいんですが、その JR 九州側からまだ代替案が出されていないというふうに聞いているんですが、まずそこについて知事はどういうふうにお思いなんでしょうか。やはり公共交通機関としてですね、そこの責任をしっかり受け止めていただきたいなというふうに思っております。先ほど来繰り返しておりますように、それぞれ の利用者の生活があるわけでありますので、単に減らしますということでは問題であろうというふうには思っております。先ほど日野熊部長からもお話があったと思うんですが、そういう代替案については JR 側から示されるのが筋だと思うという話があったと思うんですが、で、現状維持が一番だと思うんですが、それが難しいというふうになった場合、合理化で減便ということになった場合に、その代替案はその町内で議論して持っていくのか、それとも何らかの方法で JR 側に出してもらうようにするのか、どういうふうにそういう代替案、地域の足の確保について考えているのかをちょっともう一度お聞きしたいんですが、先ほど言いましたように、いろんなコスト面だとかも情報提供をいただきながら、双方で考える必要はあろうかというふうに思います。お互いにアイデアを出してその維持充実を図るということを申し上げましたが、その減便ということでの影響をどういうふうに、回避するのか、もちろん維持というものを我々強く求めているわけでありますが、どうしても維持できないというときにどういうふうに
な形でそこがサポートできるのかというところはですね、そういうところも含めてしっかりお考えを伺いながら双方で考えていく必要はあろうかというふうに思います。はい、すみません、JR 以外になるんですけども、はい、先日の総務政策上委員会なんですが、国体の主要3施設の施設整備をめぐりまして、はい、最後の部分で議員さんからいろいろ意見が出ていたんですけども、はい、反対とかいう話ではなくて、分散することになって本当に大丈夫なのかというような党の意見が都の城に作って本当に活性化につなげられるかとかですね、農業化でいけば、地元の利用が、今の市民体育館が改修なり、ある部分で、本当に、不満が出てこないかとかいろいろありまして、改めて、うまく計画的に検討してやっていく必要があるんだなと思ったところなんですが、そういった部分に対して、知事として、この9月に表明されてから聞いている意見であったり、それを踏まえて今後どのような思いで進められるかを伺いますでしょうか。はい、この議会でもいろいろご意見が出ましたし、それ以外でもいろんな意見を伺っております。いずれにせよ地元の市、それから競技団体と連携をしながら、そういう利用面、それから施設整備の具体的な中身をですね、具体的に詰めていく必要があろうかと思います。そのプロセスが方針を定めたことによって、より具体的に今これからスタートするということになろうかというふうに思います。いつぐらいまでに陸上競技場体育館に関してなんですけど、そういう基本計画といいますか、スケジュールはお示しをしておったというふうに思いますですね。はい、もちろん9年後の本国体に向けて、その前のプレ大会だとかですね、そういうことに間に合わせるようにしっかりとスケジュール感を持ってですね、進めていきたいというふうに思います。あと別件なんですけども、はい、与党の税制改正大綱で、はい、森林環境税が、はい、2024年度に創設されるということだったんですが、本県でもですね、独自の森林環境税を作って、10年過ぎているような状況なんですが、いろいろ干ばつ等でですね、重複するところもあるかやに思うんですが、今後その県の森林環境税のですね、制度設計のあり方も含めて知事の考えを所見をしてください。そうですね、この国における森林環境税の議論ができたときから、本県としても、それから全国知事会等を通じてもですね、そういう独自課税が行われている、それとの調整が必要になってくるということはしっかり伝えておったところであります。今回、国民の理解をいただく必要はありますが、国全体としてこの森林環境税により山を守っていこうと、森林2行を守っていこうという取り組みについては評価をするところであります。その使途についてこれから法律などで具体的にそれを明示するということであります。その使途、それからこれまでの本県の森林環境税の使途というものを見比べながら、今後どういうふうな役割分担であったり制度設計になるのかというところはですね、検討を進めていく必要があろうかというふうに思います。制度設計を変更を検討していくという意味なんですかね、それは。国がどういうふうなその使途になるのか、はい、県と市の役割分担であったり配分であったりということがあります。それが明らかになった上で、今の県のこの森林環境税というものを今後どう考えていくかという検討は必要になろうかというふうに思います。つまり具体的なものが見えてきてからその検討していくということですか。そうですね、そこは。はい、ありがとうございます。はい、今月初めにあのかラグビーのイングランドの、エディヘッドコーチがもう一回来られてたみたいなんですけど、はい、エディ・ジョーンズヘッドコーチ、はい、はい、前回も宮崎来られてたんですけど、何かしら前に進んだりとかされたのか、今一度その目的とどういうお話をされたのかをちょっと教えていただけますでしょうか。はい、エディ・ジョーンズ今度ヘッドコーチはラグビーワールドカップのですね、組み合わせが決まったことによって試合会場が決まったわけですね、イングランドの。
その会場を視察をされた、特に準々決勝の会場になる大分もご覧になって、まあ、そのついでにといいますか、宮崎を合宿地としてヘッドコーチとしては考えておられるわけですが、それ以外のスタッフ、まあ、初めてこの施設をご覧になるスタッフがおられたので、そういう方にも見てもらいながらというのが、まあ、今回の訪問の目的でありました。引き続きエディ・ジョンさんと意見交換をしたときに、この合宿地としての本県の優位性、これがまあベストだというような評価をいただいたところでありますが、まあ、具体的な日程等については今まあ調整を今後進めるということになろうかというふうに思います。もともとラグビーが2年後ですよね。2年後の本大会の前に、例えば今年であったり、まあ、去年であったり、まあ、来年であったり、そのあらかじめ、ぜひ日本の環境を慣れさせるためにもついていきたいという話がありましたが、これまでも申し上げておりますように、やはりそれぞれのトップ選手が所属するチームとの調整というのがなかなか難しいというところは変わりはないようでありますが、いよいよ本大会を前にしたその2年後についてはですね、ヘッドコーチとしてはぜひどっかのタイミングといいますか、その大会前にですね、宮崎の利用をしたいという意向というものはあると、まあはい、そういうことを改めて、まあ、確認をした状況になります。いわゆる組織決定というか、はい、まあ、タイミングとしては事前にも来てもらえると宮崎としてありがたいんだけれども、まあ、いずれにしてもどこかのタイミングで合宿に来ると、イングランドが合宿に来るという、はい、組織決定にまではまだやってないですね。はい、コーチがその思いが強いというところで今止まっている、はいはい、実際的に最終的にどういうふうに決まっていくかというのは何かお話はあったんでしょうか。はい、先言いましたように組み合わせが決まって試合会場が、まあ、分かったと。それでそれを実際に他のスタッフも含めて今回ご覧になったと。それを情報を含めて、具体的な工程案を考えられるんだというふうに思っております。その中でじゃあ宮崎はこういうタイミングで、トレーニングをしたいだとかですね、そういうことを今整理をされているんだというふうに思います。まあ、我々としてはその受け入れ準備、それでイングランドだけではなし他からの打診もですね、いろいろあるというふうに聞いておりますので、しっかりとしたいろんな調整を図っていく必要がありますし、そこはまあ、イングランドが早めにいろんな申し出をいただいておりますので、そこを受け止めつつもですね、まあ、早くその日程であったり方向を決定をしてほしいということは今回またお伝えをしております。はい、知事の考えを伺いしたいのは、中核市、宮崎市と県の関係というか、はい、どういう形の方向性が望ましいのかなというのがありまして、まあ、一定の緊張感は、政策を競い合いながらやっていく方なのかなという部分と、でも実際、知事と市長の現職市長の関係は悪くないと思うんですけど、そういう形で協調をしながら、私の方を見て、そうですね、全国見渡してみますと、県庁所在地とその県との関係というのは非常に微妙なところが多い中で、今はおかげさまで宮崎市とは良い意味で連携を図ることができているのではないかなというふうに思っております。まあ、今後ともその関係、しっかりと力を合わせていくという体制ですね。人口約110万の中で、まあ、40万、非常に大きな割合を占める市町村の中の一つのリーダー的な存在であります。そこがやはり県と連携を図っていくということはですね、非常に重要であろう、今後ともですね、と思っております。はい、ちょっと関連でお聞きしたいんですが、宮崎市長選挙に伴って例えば知事がその特定の候補を応援したりですとか、そういったお考えなどはございますでしょうか。今の段階では考えておりません。はい、もう一点、討伐の問題についてお聞きしたいんですが、はい、今日いわゆる森林の討伐をめぐって裁判が行われてまして、有印私文書偽造と行使の罪で起訴された事件の裁判が行われてまして、うん、まあ、先日立ち上がった被害者の会にはその後もその被害が
声が次々上がっているようなんですが、改めてこのタイミングでその森林討伐問題に対する知事の受け止めと、まあ、裁判の件も言えれば、それから今後の件のご対応についてお願いします。はい、まあ、誤伐討伐というものが実態として起こっている、また件数も増えていると、そして、まあ、今言われたような、まあ、裁判にもなっているということをですね、しっかり我々としては受け止める必要があろうかと思います。それで、まあ、関係者が連携をして、その対策をということをですね、まあ、協定を結んで進めておるところでありますが、やはりさらにそこを強化をしていくことが必要であろうかというふうに思っております。で、伐採 の、 あのガイドラインですね、造林の業界にもついてもですね、そういうガイドラインを定めて、しっかり取り組んでいこうという動きが今広まっておるところでありますので、前としては、まあ、行政の立場で、それからいろんな業者の立場で、それから、まあ、警察とも連携を図りながらですね、しっかりと今後、対策を進めていきたいというふうに思います。各種質問はありませんか。それでは終わります。ありがとうございました。はい。